このヒップホップの歴史に欠かすことのできないラッパーたちのド派手なジュエリー。しかし近年、このラッパーたちのジュエリーを狙った強盗目的の犯罪が増えているのはご存知ですよね。ポップスモークやテンタシオン、先日亡くなった PNB ロックもこの強盗によって命を落としています。まあ成り上がったラッパーたちは名前も売れてますし、何にせよその自身の成功の証であるジュエリーをこれでもかってほど身につけて外出してますからね。それは狙われてもおかしくありません。額に26億円のダイヤとか、いろんな意味で自殺行為ですよね。このラッパーたちのジュエリーを標的とした強盗から身を守るため、あのウィズカリファがこの場に出るとき過度なジュエリーをつけないと宣言したんです。DJ ウーキッドのポッドキャストにウィズカリファが出演した際、カリファはこのようなことを言いました。クソみたいな状況から抜け出し、ある時点で他のものに価値を置く、そのマインドフレームがあるのもクールだし、小さなジョイントがあるのもクールだ、最大で最もクレイジーな状況に陥る必要はないと話し、ゲトーから抜け出し、たくさんのお金やジュエリーを手にして、ある時点で他のものに価値を置く、こういった金銭的なものだけに価値を見出すわけではなく、当たり前の日常に価値を感じるのもクールだし、バカでかいジョイントじゃなくて小さなジョイントがある時だってそれもまたクール、最大だからといって最も危ない状態にわざわざ陥る必要がない、という、とても言い回しのおしゃれな発言をしたウィズカリファ。さらに、こういう事件が起きると本当に必要のないクソのようなエネルギーが人々を魅了する、人間はこういった事件に関することにまるで興奮をするかのように反応すると、自身の安全と周囲の人々の安全のためにウィズカリファは高級なジュエリーをつけないと発言したんです。実はウィズカリファ、去年の6月にも一度フォロワーたちに向けて、ジュエリーはターゲットになる可能性がある、多くのジュエリーを身につけているのは賢明ではないと注意喚起を促していたんです。確かにその通りですよね。ジュエリーを狙った強盗事件が多発しているのに、あえてターゲットになる必要ってないですもんね。本当にラッパーたちのジュエリーを狙った犯罪が最近は頻繁に起こっているように思います。彼らの身の安全も考えて、ウィズカリファの言うように、外出の際はターゲットにならないようフレックスのしすぎには注意してもらいたいもんですよね。ところで皆様、世界のお金持ちのイメージってどんな感じですか？実は大富豪になればなるほど、なぜかファッションがシンプルになっていく、あの現象ご存知ですよね。マーク・ザッカーバーグやスティーブ・ジョブズなんかもいつも同じ格好をしています。彼らが毎日同じ格好をする理由は、毎日服を決めるという決断のエネルギーや時間の浪費をなくすために、徹底的に人生のコスト削減のために彼らは同じ服を着ているんです。でもこれよく考えてみてください。マーク・ザッカーバーグやスティーブ・ジョブズなんかがエネルギーと時間の削減をするために同じ服を着る、さらにジョブズは世界的な大富豪でしたが、生涯死ぬまで質素な家に住み、贅沢品を極力持たない生活を続けていました。このことについてジョブズは、お金で買えるものがいかに味気なくてつまらないものかを知っていると答えているんです。そう、お金。本日のお話もそうでしたが、ラッパーたちのジュエリーをターゲットにしている強盗もまたお金目当てで、そのジュエリーを自慢するためだけに首にこれでもかと言わんばかりにつけて外を歩く、そう、これもお金なんです。スティーブ・ジョブズは25歳の時にアップルコンピューターの IPO で300億円近い個人資産を手にしました。その時同じように大金を手にした多くの仲間たちは贅沢の味を覚えて変わってしまったそうです。しかしジョブズはそんな彼らを見て、人生をお金に潰されないようにしようと心に決めたんだと話しています。贅沢の味を知って人生を棒に振る人もいれば、金品を見せびらかすために身につけ強盗に遭い命を奪われる、これどっちもジョブズの言う通り、人生をお金に潰されているんです。それこそウィズカリファの言う通り、最大だからといって最も危ない状態にわざわざ陥る必要ってないんです。いやいや、そんなお金持ってねえから大丈夫だと思ったあなたは気をつけてください。僕たちはお金があってもなくても無駄遣いをします。前の車のローンがあるのに新しい車をローンで買っちゃいます。高級ブランドの財布を持っているのに中身が3000円しか入ってません。給料日までにお金がないと言ってるのにパチンコに行ってしまいます。本日お話したいのはここで、手元にあるものをどう使うかによってその選択肢で未来が変わるということなんです。ラッパーたちが強盗に襲われるのも大金を首に巻いているからだし、明日飯代がないのは金がないのにパチンコに行ったからです。わざわざ最も危ない状態に陥る人もいるってことなんです。ウィズカリファのように人生を大切にするためにジュエリーをつけるのをやめたり、
スティーブ・ジョブズのように人生を大切にするために質素な暮らしで毎日同じ服を着るという選択肢もあるということなんです。あなたのお金の使い方はどちらでしたでしょうか？未来を素敵なものにするためですか？それとも逆に未来を危険なものにするためですか？はい、という感じでいかがでしたでしょうか。本日はですね、最近まあ結構多くなってきてるそのラッパーたちのジュエリーを狙った強盗っていうのね、そういったニュースがまあ結構多発しててね、本当に気をつけてもらいたいなって思ってる中で、まあウィズカリファがね、まあ簡単に言うとまあ治安が悪くなってきてるとね。で、治安が悪いからまあ強盗とかがいっぱい出てくるね。だからそういったジュエリーとか、身につけて歩いてるやつ、それはターゲットになるからつけない方が賢明だよねっていう、まあ結構当たり前なことなんだけど、まあ今回ねそういったものをまあポッドキャストで発信してたということで、ウィズカリファはね去年のね、6月にもね同じようなことを SNS で発信してて、まあつけない方がいいよって、言ってんだけど、やっぱりラッパーたちって、ね、どうしてもそのフレックス、するためにつけてしまいます。でね、今日ここからお話しさせてもらったのがね、結局このねあのジュエリーをつけるつけないで別に死にはしないんだけれど、そのフレックスがしたいためにね、強盗に狙われて命を落としてしまうっていうラッパーたちもいますね。なのでこういったものと織り交ぜて、まあ、スティーブ・ジョブズっていうのがね、そのめちゃくちゃ大金持ちだったんだけど、あの生涯ね全てずっとねあの質素な家で、あの本当に最低限の生き方をしてたんですね。でそれ何のためにやってたかって言ったら、お金に潰されたくないんですよね。お金に潰されたくない、人生を潰されたくないってね。それこそラッパーたちフレックスしたいからって、首からさそのさ何万ドル何百万ドルっていうさチェーン巻いてて命失ってたら、それこそですよね、お金っていうものに命奪われちゃってますからね。そうなのでね、こういったものがね危ないよっていう感じでお話しさせてもらってんだけど、それでね僕たちってまあ関係ないよ、そんな金持ってないからって思うかもしれないけど、そうじゃなくてね、大小関係なく僕たちってね、まあ本編の方でもお話してんだけどね、このお金っていうものに対してね、あの人生を使われるようなことをやっちゃいけないんですよね。あるからといって使ってね、その場で使って、ってしまうものでもないんですよね。これお金って何のためにあるかって言ったら、僕たちの未来を良くするためのものであります。そうで、今回これ一番最後に言いたかったんだけどね、ここ大切にしてね、あのお金っていうものはね、その僕たちの今言ったけどね、未来を良くするためのものであってね、お金に使われてもダメだしね、ね、まあましてやお金に命を奪われてもダメですよね。そうなんだけれど、あの僕たちってさ1週間でみんなどれぐらい働いてる？そうだいたいみんな5日から6日働いてんだよ。で、働いてる人はもう2週間とか働いてる人とかいますよね。で、その人たちってなんで働いてるのかって、もちろん自分らの未来のためにやってる人たちもいますね。でも多くの人たちって生活するためだけに働いてませんかってことなんですよ。そう。僕たちって、まあ、その日本だけじゃないんだけどね、今。ものすごくね、貧困な状態が続いております。まあ、なのでね、みんなどれだけ頑張っても、生活するためなんですよ。ね、基本的に。だから、ご飯食べたり、ね、ご飯絶対食べなきゃいけないし、住むとこ必要でしょ、着るもの必要だし、車も必要、税金も必要だし、スマホ代も必要。ね、いろんなお金ってものが必要になってくるわけよ。で、このお金っていうものが、ね、ちゃんとね、自分たちのね、その未来を構築するために使われてるかね、もしこれがね生活のためだけに使われてたら気をつけてくださいね、っていうのも本編で話していた通り、僕たちがね、じゃあ働いてる理由って何なのって言ったら、お金を稼ぐためね。お金を稼ぐ理由って何なのって言ったら、生活をするため。つまり僕たちが働いているのはね、幸せになるためじゃなく、生活を送るためにやってる行動になっちゃうわけですね。そうで、この中でじゃあ幸せを見出せばいいのかって話になってくるじゃないですか。なので、本日お話しさせてもらった通りなんだけど、そのお金の使い方になりますね。お金がなくてもね、僕たちってね、使いたくなっちゃうんですよ。そういう生き物なのでね、もともと消費行動っていうのはね、人間とお金使いたいように、そういったものがあるので、お金払うのは嫌じゃないんですよね。で、そういったのもあって、やっぱ無駄遣いしちゃうし、ね、ギリギリになっても分かんないけど無駄遣いしちゃうよね。そう、なんだったら借金して使っちゃう人もいるじゃない。そうで、そういったもの、あとはもう目と鼻の先のものだよね。車が欲しくて車買ってローンとかさ、まあ機材が欲しくて機材買っちゃったりさ、いいよ、趣味とかにはお金使わなきゃいけないと思うからさ、そういうのには存分使ってってはいいと思うんだけど、それでね、未来の構築になってなかったら、まあどれも意味がないので、そう最終的に僕たちってこのお金を使ってってステップアップをしていかなきゃいけないわけですよ。そうなので、このお金っていうものに丸々人生使われてませんかね。
まるまる人生使われて、起きて飯食って寝るの生活になってねえかっていうとこね。ここじゃないんだよ、僕たちってお金稼いでて、このお金を使ってってどうやって自分らの人生とか未来っていうのを良くしようかって、これを考えなきゃ一番ダメなのでね。なので今回ですね、このねお金に、まあお金によって人生をね潰されないようにということで、ウィズカリファのねこのチェーンの話とね、あとスティーブ・ジョブズの話とね、あとまとめて僕らっていうのをね、そうなんだよっていうことについてお話しさせていただきましたという感じで、本日はね、こういった感じだね。どういった感じまあまあ、まあお金に対する概念とか、まあ人生観に対する概念というもので、そういったものをね、まとめてお話しさせていただきましたという感じで、本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。キヨコラッパー、EJ ことエジでした。また次回もよろしくお願いします。またね、バイバイ。僕の公式 LINE に登録すると、今ならビジネスの仕組みがわかる怒涛の3日間超マーケティング動画をプレゼント中。ビジネスってどうやって作るのって思った人は必見。あなたがやりたいビジネスを実際に作り込める3日間の動画セミナー、僕のビジネスの仕組みも暴露していますので、きっと大満足いただけると思います。年齢なんて関係ないし、今からだって遅くはない。自分の思い描いた夢を実現して、ラッパーたちのような最高な人生を送ろうぜ。ヤーマンです。足を投げない、この一心も曲げない、この道はどの道、続くあの青い鳥、ガキの頃のままでいい、忘れないあの時、ゆりかごから墓場まで響く線のバイオリン。今だって気を抜けばすぐにでもブルーチマン、だから忘れないようにブルーハーツ、常識を横目に、この手に自由と期待と子供たちの未来を、大人たちの表情が見えない、もはや何が正しいのか誰も言い切れない、消えたその目で一体何を守るの、利益だけの大人たちが民衆を煽るよ。お前だってそう、実は知ってる、咲いた花は永遠じゃなくいずれ散ってく、生涯一度だ、何のために咲かすの、将来なんてそんなもんだなんて言ってごまかすの、子供たちに言えない、このままじゃ見れない、言葉も詰まるような綺麗じゃない未来、ヒマラヤほどの消しゴム、もう忘れたか、ミサイルほどの鉛筆、もう忘れたか、恥ずか夢を語ると恥ずかしいと思う時代、子供たちに言えるか、だから俺は信じない、信じた奴に騙され裏切られたし、ちんけな過去ですが、それも歌になればいい、俺はサジを投げない、この一心も曲げない、この道はどの道、続くあの青い鳥、ガキの頃のままでいい、忘れないあの時、ゆりかごから墓場まで響く線のバイオリン。